皆さんこんにちは。さあ今日はですね、2024年になって初めてですかね、またウランジさんからね面白い商品を送っていただきました。今回はですね、ちょっと僕からしても初めてのジャンルですね、ウランジタイニーフォグマシンを提供していただきました。ありがとうございます。はい、ということで皆さんはフォグマシンってご存知でしょうか。まあ音楽のそのイベントとかライブとかで結構その演者の後ろでもくもく煙が出るやつとか、あとか レーザーの光か何かをこう見せるためにこういろんなこの空間に煙をね、こう散布するような機械があると思うんですけども、それのまあ個人仕様版といいますか、タイニーって書いていますから、まあ、その小型版ですよね、こういったものがね、発売されました。これなんですけどもね、実はこのフォグマシン自体は僕ほとんどね見たことはないんですけども、これの中身についてはとってもね思い入れのある商品なので、今から紹介するのとっても楽しみです。それでは中身どうなってるか見ていきましょうか。さあそれではパッケージ開封していきましょう。箱の中にはこういったケースが入っていました。この中に全部収められていますね。はい、パッケージの中にはこちらがフォグマシン本体ですね。外装は全部プラスチックでね、とっても軽いですね。はい、こんな感じの外見をしています。そしてこちらがまあ操作系統なんですが、まあ、これでこう煙が出る、このボタンとか、あと各種設定のボタンなんですが、これ面白いのがこの部分を親指でグッと押すとこう浮くんですよ。こんな感じで、はい、本体分離することができます。この手元の部分、これがねリモコンにもなりまして、遠隔で、この煙を制御することもできます。で、後ろの方に接点がついていまして、まあ、これ自体にもバッテリーが入っていて、ここから充電するタイプになります。そして底部の方なんですが、このようになっていまして、ここが三脚ネジかな。そしてここが USB とタイプ C の、ポート、ここから充電するタイプですね。そしてここを開けるとバッテリーにアクセスできます。で、バッテリーに関してなんですが、こちら2本使います。で、このバッテリーは18650バッテリーと言われまして、まあ、いわゆる汎用バッテリーですね。あんまり皆さんねこう馴染みがないかと思うんですけども、まあ、電子タバコとかベイプとかそういったものでよく使われていますかね。まあ、それ以外にもいろんなね家電製品ですとか、中の充電器とかを開けると大体このバッテリーが入っている場合が多いです。で、バッテリーを入れたらね、あとは本体からこう充電できるので、まあ、別途充電器は必要ありません。で、本体の重量なんですが約 360g とかなり軽いですね。充電時間は約 2.5 時間となっています。で、この本体の上の部分、ここを手でグッと引っ張るとパカッと開きまして、この部分に、このミストが出る部品を装着するんですが、このね接合部分と言いますか、この金属の部分、これどっかなんか見覚えがあるんですよね。そしてこの見覚えのある部分はこの部品を見ることで完全にね、はい、もう理解できました。これがですね、いわゆるアトマイザーと呼ばれる部分でして、これを開けまして、このガラスの瓶の中に液体が入っていて、はい、そうなんです。察しのいい方はねお気づきかもしれませんが、この仕組みはほとんどベイプと同じなんですよね。まあベイプっていうのはまあ、電子タバコ、タバコではないんですけども、それに似たようなものの一種で、まあ、いわゆるグリセリンを、こういった機械で気化させて、でそれを吸うっていうものなんですけども、で気化させるグリセリンには香料とか甘味料が入っていまして、まあ、その煙が味がするっていうものなんですが、それとほとんど同じシステムが、今回のフォグマシンですね。この裏のこのアトマイザーのこの裏とか、これ510スレッドなんじゃないかってちょっと思えるくらいの、ものですね。で、さっき言いましたがワッテージが40ってことでね、まあ、あんまりこう爆炎仕様じゃないのかなっていう、はい、感じがします。で、ちょっとね話がずれましたけども、これがアトマイザー本体ですね。クリアロですかね、ここにガラスの感じでなかなか質感が高いです。で、上の部分も下の部分も一応これネジで止まっていまして、まあ、あんまりこの辺はね緩めない方がいいでしょうね。中のリキッドが漏れる可能性があるので。で、こっから煙が出るんですが、ちょっとねこの画面じゃ分かりづらいんですけども、この内側にねこのメッシュコイル、これが巻いてありまして、まあ、ここから煙が出るんですけども、まあ、中はおそらくコットンとか入ってるんでしょうかね。なのでおそらくこれはずっと使えるような代物ではないと思います。ある程度使っていくうちに、まあ、コットンとかコイルが焦げてしまって、まあ、ちょっと煙の出が悪くなったりとか変な匂いとかがすると思います。で、リキッドはですね、この上のこのゴムパッキンをグッと外しまして、ここからリキッドを入れる仕様になっています。で、このゴムパッキンなんですが、そうですね、
個人的にはそこまで気密性が高くないと言いますか、まあ普通に立てて使う分には問題ないんですが、横に寝かしたりするとちょっとリキッド漏れのね、ことがありましたので、使わないときはこの、フィルムケースみたいなやつに入れて保存した方がいいと思います。短時間であれば別にこれ本体つけっぱでもいいんですけども、ある程度使わない期間があるんであれば、安全のためにこのケースに入れとかないと、おそらくこのケースとかそういったものが全部リキッドまみれになるので、気をつけて使う必要があります。でこれをクッとこうネジで回しまして、はい、これで装着が完了しました。であとはリキッドを入れるんですが、こちらが付属のリキッドになります。PG と VG が8対2ですね。 VG が8かで PG が2になってます。これ、まあ、何のこっちゃって話なんですけども、まあ、いわゆるこの液体の主成分ですね、植物性のグリセリンとプロピレングリコールの、配合ですね。でこの植物性が8で、プロピレングリコールが2になってますね。ということは、VG が高いので、いわゆる爆炎仕様ですかね。まあ、実際こう人間が吸うものと違って、あくまでこう、ね、スモークマシンなので、その香料の話とかは一切しなくていいので、まあ、の PG の方はちょっと少なめなんでしょうね。で煙を優先するために VG を多くしているので、結構粘性が高い、粘度が高いタイプのリキッドになります。しかもこれ先っぽがユニコーンボトルになってるんで、このリキッドチャージもやりやすいですね。容量は 60ml となっています。それにしてもね、これちょっと面白いですね。このウランジのロゴの入ったリキッドってなんかちょっといいですよね。まあこのリキッドじゃなくても、VG、PG が8対2であれば多分何でもいいんでしょうけども、そうですね、こういったちょっとね、今までこのベイプとかちょっとやってたものですから、こういうのを見るとちょっとテンション上がりますね。ただ今回紹介するのはあくまでフォグマシーンなので、まあ香料とか甘味料は入ってるやつは使わない方がいいと思います。おそらく中のあのコイルがやられてしまうと思うので、はい、今回はこの付属の、このリキッドを使っていきます。じゃあちょっとリキッドチャージをしてみましょうか。まあこのねボトルが、さっきも言いましたユニコーンボトルなんで、すごいやりやすいですね。でギューッとこう入れまして、あんまり入れなくてもいいかな、半分くらいまで入れたら、あとはこう閉めて、であとはそのまま使うことができると思うんですけども、これも一応ベイプ同様、初回の利用だけ、リキッドを入れたら10分くらい待った方がですね、中の、この コイルとかに、液体が染み込むまで時間がちょっとかかるので、最初のうちだけは少し待った方がいいと思います。なんか焦げ臭い匂いとか多分しそうなんで。じゃあリキッドが染み込む間に他の付属品紹介しましょうか。まずは取扱説明書ですね。英語表記、中国語表記、日本語表記は、あれ？日本語表記は、あ、これないですね。なんでちょっとこれに関してね、初めて使う方には敷居が高いと思います。まあ一応図解入りで全部書いてるものの、ちょっとこのね、そう、その使い方とかこの画面の見方とかに関しては少し分かりにくいところがありますね。まあ、もしかしたらこのウランジの公式ホームページとか見れば、そういった使い方の動画とかあるかもしれませんけども、ちょっとそうですね、こういったものは、できれば日本語の説明書欲しかったかなと思います。であとは、充電するためのタイプ A とタイプ C の、充電用のケーブル、そして、ドリップチップじゃないですねこれがフォグマシンの先端につけるためのやつですね。まあこう結構熱くなるんで、この金属製でね、多分放熱性の高いものになってますね。で先端のパーツはいくつかありまして、他にもこういうちょっとこう角度のついたやつですね、ここから煙が出るやつがあったり、他にもフレキシブルに曲がるタイプのやつもありますね。狙ったところにこう煙を出すためのやつですかね。そしてこれがねちょっと面白いんですが、これを装着することによって、そのドライアイスのような効果を出せるって書いてるんですけども、ちょっとこれに関しては実際ね、皆さんに見てもらいましょうか。はい、こういったスポンジもついていますといった感じで、とってもね、どっかで見たことのある感じのフォグマシーンなんですが、早速ねこいつ電源入れて煙出してみましょうか。さあ続きまして実際使っていきましょう。でもバッテリーも入れて本体も充電しているので、この真ん中のボタンですね、ここを長押しすることで、はい、電源が入ります。はい、入りました。で一応ねこのスモークマシンなんですが、ちょっとこんな感じでね、安全装置とかもついていまして、本体の今接触わざと悪くしてるんですが、この部分の接触が悪いと起動しないようになっています。そういった今警告表示が出たと思うんですが、そういった場合には一回電源切りまして、はい、しっかりとこのアトマイザーと本体をグッと、手回してねやってください。あんまりねじりすぎるとちょっと歪みそうになってしまうので、まあ、ある程度グッと力入れて回らないくらいまで回してあげてください。
そうしましたら電源入れると、はい、大丈夫ですね。で、あとはこの赤いボタン、これを押しますと、おー、ブイーンって音が出まして、煙がね、もくもくっと出ました。これ分かりますかね、ちょっとね、こう横こんな感じに、ね、面白い、こんな感じでね、煙がブワッとね、今出ましたね。で、煙の匂いなんですけども、まんまベイプの、グリセリンを、はい、熱した匂いになってます。完全にベイプの香りですね。まあ一応体に無害とはいえ、あんまりね、近くでこうスーハースーハーしない方がいいと思います。でも面白い、こう煙がバーッと出るの楽しい。で、ですね、この煙の量なんですけども、この手元のこのボタンを1回押しますと、ここ今上の部分、これ光ったの分かるでしょうか、この部分をプラスマイナスで煙の濃度を調節できます。濃度を低くするとこんな感じに、はい、さっきに比べて分かります、煙の量が少なくなったんですよね。あ、ちょっとこっちの方にフォーカスがいっちゃった。はい、で逆にこの煙の量を増やすと、こんな感じで濃度が濃くなって、白いスモークがバーッと、はい、出たのがわかるでしょうか。もうオートフォーカスにするとダメですね。フォグマシンはマニュアルフォーカスで使わないとね、ダメですね。こんな感じで煙の濃度をコントロールできます。で、もう一回真ん中のボタンを押しますと、今度この、風車みたいなやつのとこにマークがついたんですが、ここで風の量をコントロールできます。例えば、ちょっと煙濃すぎますから、濃度を下げて、風の量を下げると、はい、こんな感じで、風の量が少なくなったのがわかるでしょうか。で、次にこれをぐーっと上げていくと、かなり勢いよく煙が入ってますね。この風の量をここでコントロールすることができます。いやー、なんかそれにしても面白いですね。こんな感じでね、あんまり日常生活でこう煙をバン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 焚くことってないと思うんですが、このね、フォグマシンを使うことによってこういった、映像効果を楽しむことができます。で、煙の濃度、風の強さで、もう一個下に項目がありまして、これでプラスボタンを押しますと、はい、このモードっていうものがあります。で、このモードなんですが、いわゆるループモードですかね。例えばこう10秒間のサイクルで5秒間煙を出せみたいな、この命令をここでね、作ることができます。なので、この設定を1回しておけば、遠くの方にフォグマシンを置いても、まあ、何秒きに煙がシュッシュッシュッって出るような設定をここでやることもできます。はい、続きまして、動画冒頭でもね、解説しましたこの、コットンカバーってやつを試してみましょうか。どうやらこれで煙を出すとドライアイスのような効果になるって書いてたんで、ちょっと目の前にこのコーヒー入れてきたカップがあるんですが、これにこのコットンカバーで煙を落とすとどうなるか、ちょっと見てみましょうか。じゃあちょっとやってみます。はい、なるほど、これ面白いですね。さっきと違って煙がスーッと下の方に行くんだ。はい、へー、すごい、ここにずっと煙が滞留し続けるんですね、このコットンカバーを使うと。あー、なるほど、確かにこうするとちょっと普通の飲み物よりかも、なんか一段美味しそうになんか見えますね。多分ドライアイスって書いてあるんで、そうですね、ホットだったらこれか、もうちょっとこう揮発性の高い煙の方がいいかな。これだったらなんかあれですかね、あの果物とか野菜とか、そういったものをこう撮影で写真とか動画撮るときに、こういうのをゴーッとこう下の方にこんな風にやっておけば、なんかね、こう鮮度の高いというか、こうヒヤッとした感じの映像をね、演出できそうですね。へえ、面白い。ちょっとレンズの位置を調節して、このコットンカバーを外して、もう一回やってみましょうか。こうすることで、あー、なんかこっちの方があれですね、コーヒーとかの場合は自然かもしれないですね。こういった時にこういいところで写真をこうパシャッと撮ると、なんかこう熱々のコーヒーが入ってるように見えるかもしれません。でも結構これ扱い難しいかもしれないですね。煙って結構その、まあ、濃度とかこの風の量とかをうまくコントロールして、あと部屋のね、そういう暖房器具とかももう絶対切った方がいいですね。当然これベイプのね、このグリセリンの煙なんで、ちょ滞留する時間は長いんですけども、ちょっと手でこうファッてやるだけですぐ拡散してしまいますし、あと温度差とかによってもこの煙の流れって変わってしまうので、もしこれをね使う場合には、部屋は閉め切って、なおかつ、
風の流れとかそういったものを全部止めた方がいいです。そして、火災報知器ですね、これも止めた方がいいですね。さっきちょっとテストでね煙もくもくやりすぎたら部屋の火災報知器がね鳴りまくってたので、これやるときにはちょっと火災報知器一時的に停止して、この煙はねもくもく、はい、やった方がいいと思います。さあいかがだったでしょうか。ウランジのタイニーフォグマシーン、いやーこれ面白いですね。そして今後ろにちょっとこのフォグマシーンを設置しまして、こうリモコンでねこんな感じで遠隔で煙を、こうもくもく出すこともできます。このリモコンもなかなか使いやすいですね。はい、一回こうね部屋のどっかに設置してしまえばこう状況に合わせてこう煙を出したりこう消したりってできるんで、すごくね使い勝手がこのリモコンいいと思います。でそれにしましても今回このフォグマシーン僕初めてね使ったんですけども、非常にね取り扱いは簡単ですね。でさっきも言ったんですけども、まさにね仕組みそのものはあのベイプのまんまですから、まあ、もしねこのベイプとかちょっと、いじったことある人であれば全くね迷うことなく、使うこともできます。でこのスモークマシーン面白いもんですからね、いくつか写真とかも撮ってみました。でこれなんですけども、もちろん動画とかでこういったねこう特殊効果的なもの、このスモークを出してね効果を楽しむってこともできるんですが、個人的にはね動画以上に写真の方がなんか映える感じがありますね。特にあのライトとうまく組み合わせることによって非常にねこう特徴的だと言いますか、ちょっと非日常感でなおかつこうクールな印象とかも与えることができるので、まあ、物撮りですとか、あとまあ僕はちょっとあまり詳しくないんですけども、コスプレの撮影とかする方にこれめっちゃおすすめできると思います。でこういったものって今までそういう大きいスタジオとかにね行かなければなかったんですけども、これであれば本当ねこんなちっちゃい手提げバッグくらいのサイズで持っていけるので、まあもちろんね、使用できる、使用できない場所は確かにあるんですけども、これ煙出ますからね。使用できる環境だったら、このね、フォグマシーンを撮って、こう、パシャッとポートレートを撮れば、めちゃくちゃかっこいい写真が、はい、撮れると思います。ただ、いくつかやっぱ注意点もありまして、やっぱ動画の最初の方にもね、紹介したんですが、まあ中身がベイプということもありまして、やっぱこれちょっと見てください。これわかるかな？はい、こんな感じでね、まあ、液体リキッドが結構ね飛び跳ねたり、しますね。でこれ自体もやっぱグリセリンなんでちょっとね粘性があるんですよ。だからこう飛び散ったグリセリンがねちょっとベタつくような、こともあるので、そういったところで注意が必要ですし、あと非常にこのアトマイザーの部分高温になるので、使い終わったらやっぱ触らない方がいいですね。やけどしそうになります。でスモークマシン使い終わって片付けるときは必ずアトマイザーは外して付属のこのフィルムケースみたいなやつに入れた方がいいですね。やっぱりね どんなことやってもリキッド漏れって、まあ、大なり小なりありますし、まあ、おそらくこういったフォグマシーンであればこのカメラとかのバッグに結構一緒にしまうことも多分あると思うんですよね。そういった時にこのリキッドがもしこう漏れてカメラとかにねかかってしまったら大変ですから、必ず、移動する際にはこのアトマイザー外してケースに入れてから、移動させてください。でこのリキッドに関してもそうですね、しっかりと使い終わったらこの ユニコーンボトル、閉めないと、まあ、中でこう横にしてこうビジャーって漏れてしまったら大変なことになるんで、はい、そこだけはね注意してください。あとはやっぱ煙 の火災報知器ですね、使う時にはちょっと報知器の方を一時的に切ってから、使ってみてください。さあということでですね、今回、まあ、かなり簡単ではありましたけども、このスモークマシーン、非常にねこう可能性を秘めたといいますか、面白いねあのガジェット、撮影ガジェットですので、ぜひ皆さんもね購入検討してみてください。動画下の概要欄の方に詳しい URL 載せておきますので、そちらでも見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かも参考になれれば幸いです。で今後もですね、こういったウランジの商品ありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。